皆さん、こんにちは、マイスギャリスです。こんにちは。今日はクリスラーのリサちゃんに来てもらってます、はい、こんにちは。黒い顔にしたいと思います。はい、お願いします。可愛い顔、傷をつけたいと思います。お願いします。はい、なんか火災現場とかのやけど、戦争っぽい。でも一応なんだろう、交代するかな。じゃあ火災現場。火災現場めっちゃ重症だね。火災現場。ちょっと私もうちょっと軽いの想像してた。これは何ですか？ちょっとカメラ。これはですね、ケロスキンプロって言って、実際の舞台メイクとかで使われてるやけどメイクの。太陽。火災よ。頑張って息して。息して頑張って。あ、でも火災現場だからね。火災現場。大丈夫。息できない現場だから。いい感じにね、パリって。あ、パリってなっちゃうかな。そっか、上傷だから、ちょっと下だけ。ほんと、パッパリしてる。でしょ？ちょっとね、呼吸も困難になるかもしれないけど、頑張って。もうパリパリしてる。ちょっと待って。その上からまた重ねていくんで、なんか。はい。多分ね、めっちゃゴワゴワすると思う。ゴワゴワ、なんか今パリパリじゃん、ゴワ、うん、ついてくるかも。ね、うん、固まってる。つける感じにするとめっちゃえぐくなると思う。うん、よくなってくる。おお、やけどやけど、焼けてる焼けてる。焼けてる。やってますね、またね。第二液。はい。ゴワゴワになってきたよ。結構上からやっちゃうとね、ゴワついてくるよね。ここで真ん中で押さえてもらう。うん、そう、真ん中押さえて。大丈夫。手で。よいしょ。多分ね、私のカメラの方がちっちゃい。手もかぶっちゃってるかも。かぶってるよね。なんか。これさ、入れる方も怖いんだよね。本当にさ、どうしようとかみたい。そう。よいしょ。大丈夫。全然痛くないよ。どう見えてんだ。あ、切れてる切れてる。奥は黒くね。そうそうそう。あの血が本当に塗られてるっていう感じにしたいからベースとして黒を置くんだけど。ちょっと今日火災ということで結構黒い感じにしようと思います。はい、お願いします。よいしょ。怖いよ。はい、ちょっと本当に物落ちてきてグワっていう感じにしたいから、うん、ちょっと傷を開いた気分に、うん、したい。開こう。開いたかな。うん、開いてる。よじゃん。で、ちょっと癖つけたいけど、なんかどう。あ、やけどみたいになってる。本当にこれすごい。なってる？うん、本当に。あった。ちょっと視界をね。最後にやるべきだったね。うん、最後に。見てみて。やだ。傷はいい感じ。本当だ。すごい。感じ。散ってる散ってる。散ってる？うん。垂らしてる？うん、垂らしてる。なんかさ、地味にプチュって音しない？する。垂れてる？垂れたよ。あ、ほんとだほんとだ。